日本東京都練馬区富士見台富士見台は東京都練馬区の町名へ。現行行政地名は富士見台1丁目から富士見台4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は177-0034。練馬区の南部に位置する。町域北部を高野台、南部を中野区上うさぎのみや、杉並区ングサ、西部を高野台、南電中、東部をおぬくいと接する。 ぬくい三丁目の富士見台との境界付近に西武池袋線富士見台駅がある。また、ぬくい三丁目にある西武池袋線富士見台駅周辺も富士見台地域と認識されることがある。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は 2015年1月1日の工事地下によれば、富士見第3の62の14の地点で36万9千円、平方メートルとなっている。旧武蔵国豊島郡石神井村矢原在家、後の矢原村。1889年、矢原村は町村制施行により、石神井村大技矢原となる。1932年、東京市編入に伴い、 板橋区シクシや原町一丁目及び二丁目となる。1947年、イタバシから練馬区が分布したことに伴い、練馬区シャや原町一点二丁目となり、1949年1月1日に干渉を外して、練馬区や原町一点二丁目となった。1964年11月1日の当地区の住居表示実施に際し、 八原町一丁目のほぼ全域に、八原町二丁目と南田中町のそれぞれ一部を編入して、境界変更を行い、現行の富士見山一丁目から四丁目までが成立した。八原町二丁目の残りの部分は、目白通りの北側が八原、南側が高野台となった、かつて貸しされた高松の宮の住居を移転利用した結核療養所があった。 また昭和の末期頃に、石寺川沿いの定地には、藤見園という釣り堀があったが、現在は集合住宅や駐車場となっている。町名は駅名に由来する。ただし、住居表示実施以前からすでに、藤見台駅南側地区を藤見台と、俗称していた。藤見台は、工場数、従業者数、製造品等出荷額いずれも区内で最も少ない、部類に入り、 縮小傾向が続いている。工場規模は、ほとんどが従業者数1人から9人の小工場で、ある。本町通り商店街、みのり商店街、富士見大商営会、南が丘商店街などの商店街がある。しかし、大型小売店の進出や、駅前の開発などにより、年々店を占めるところが多くなってきた。 例えば小売店数は1999年と比べて13点減、従業者数は20人減、年間販売額は5億4200万円減、売り場面積は640平方メートル減となっている。練馬区統計所町長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区 2018年1月4日閲覧。AB、世帯と人口長長名別。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月4日閲覧。区立小中学校学区域一覧。練馬区。 2020年4月10日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査エビ、富士見大地区、練馬区主原生編練馬区主編さ協議会、1981年、420から421ページ。経済センサスより、平成24年2月1日現在。ありがとうございます。